はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、2021年新制限から使える恐竜マギストスシャドールのデッキ紹介動画となります。恐竜シャドール、ついにですね、この新制限でこの化石調査が3枚使えるようになりました。ですのでですね、今までよりもはるかに安定して恐竜シャドールの動きを出すことができるんですけれども、今の環境と結構マッチしてると思うんですよね、これ。今ですとね、ミドラーシュが簡単に突破されてしまうんで、ミドラーシュ1枚だけ立たせるってやっぱし厳しいんですよ。で、さらに言うと、伏せ割りのカードもめちゃくちゃ増えてるし、ということなので、このオーバーテックスゴアトルスを究極進化薬から出すというだけでも、めちゃめちゃ強い布陣になると僕は思ってるんです。その分ちょっと誘発を減らしたんですが、まあ60枚で誘発なんで減らしても大して影響ねえなぁと。引くとけ引くだろうという、もうそういう楽観視した感じで動かしていると意外と回るようになりました。本当はね、これもっといっぱいサイフレームロードとか、あるいはワラシとかウサギとかいっぱい入れてたんですよ。全く回らなかった。でも一層のこと抜いてみると、めちゃくちゃ回るし、高校からでも動けるように。開き直りは大事ですね、遊戯王っていうのは。はい、それではですね、早速なんですがデッキ紹介からいきましょう。まずはメインデッキから、でエクストラデッキは後半で言ってるので、すいません、サイドデッキは今回はちょっと紹介することができないです。まだ全然決まってないんで、環境が分かんないから申し訳ございません。こんなん入れるなーっていう思惑だけあるので、それだけ語って終わりにしたいと思うので後半で。それではいきましょう。まずはモンスターから、シャドールヘッジホック3枚、シャドールウィザード3枚、シャドールウェンディが3枚、シャドールエリア2枚、シャドールビーストが2枚、シャドールドラゴンが1枚、白雪が1枚、マギストスサンドリオンが3枚、終末の騎士1枚、オビラフター1枚、ジャイアント X1 枚、オーバーテックスゴアトルス3枚、究極電動教授、アルティメットコンダクターティアノが2枚、ダイナレスラー、パンクラトプス1枚、増殖する獅子が3枚、ハルウララが3枚。以上です。次に魔法カード。融合、シャドールフューゴーが3枚、エルシャドールフュージョンが3枚、超融合が2枚、聖なる宝典が2枚、マジカライズフュージョン1枚、愚かな埋葬1枚、化石調査が3枚、究極進化薬が2枚、城の隣の仕掛かりが2枚。魔法カードが以上です。次にトラップカード。バーデストマ・ディノミスクスが2枚、シャドールインカネーションが2枚、シャドールループが3枚、シャドールーツが1枚。以上です。それでは行きたいと思います。まずシャドールの枚数なのですが、やっぱりですね、このデッキを使うにあたってというか、他の60枚でもそうなんですけれども、このデッキを使う上で負ける一番多い理由が、融合を引けないことというよりも、シャドールを引けなくて融合できなくて負けるということが多かったです。融合は引けてるんだけども、シャドールないせいで負けるという部分がめっちゃ多いです。さらに、今回の例だと、究極進化薬の発動に、恐竜族以外のモンスターが必要なので、必然的にそれ以外のモンスターを増やさないと話にならないなということで、1枚増やしています。まあ具体的に言うと、シャドールビーストを1枚入れました。ファルコンをビーストに変えたということです。本当はですね、別にここにファルコンもう1枚入れたりとか、エリアル3枚目を増やしてもいいと思ってます。それぐらいに、シャドール枚数は増やしていいかなって思ってます。ただ、シャドールビーストはやっぱし欲しいかなって。最近も G 食らった時に、ビーストを早々に使ってしまうと、2ターン目、3ターン目以降で、ビーストがないせいで、じゃあこう、G 打たれて、ウェンディ落とすわけにもいかない、リザードヘッジホックも使っちゃってる、どうしようみたいな感じになるので、とりあえずビーストを落とすという意味でも、ビースト僕大好き、ビースト本当は大好きなので、2枚にしました。なんで今までこれ2枚入れてなかったんだろうって思ってます。で、シャドールドラゴンがここかな。で、白雪1枚で、サンドリオ3枚。で、週末の騎士。今回、マスマティシャン、そして黒木森のウィッチを抜けて、週末の騎士にしています。理由としては、やはりオーバーテックスゴアトルスを、落とすことができるという点です。マスマティシャンではできないことなので、これはね。まあ、制限カードということなので難しいんですけれども、やっぱり他のマスマティシャンと違って特殊召喚に対応しているので、黒シープから蘇生して、まあ、オーバーテックスゴアトルスを落としてということができます。2ターン目以降も使うことができるという点は強いですね。そう考えるとやっぱ制限って当たり前だなって感じはする。で、オビラプター、これも1枚。化石調査から持ってくるのはここと、ジャイアントレックス、ここ2枚です。で、ジャイアントレックス、除外された場合特殊召喚できるということなんですが、これもエクストラのターンで言うんですけども、ちょっと融合カード1枚増やしています。あるカードを。このカードのためにと言っても過言ではないぐらいです。まあ、1番はね、この、まあ、オビラプターから、2つ以上重なっているとき、1番というか、やることは、オーバーテックスゴアトルスを落として、究極進化薬をサーチするんですけれども、他に、まあ、例えば、究極進化薬逃げてますよとか、あるいは化石調査2枚被ってますよっていうときに、ここを持ってくると、究極進化薬で墓地のカードを、このカード、化石調査でジャイアントレックス2枚にサーチして、究極進化薬でジャイアントレックス除外して、敵から究極、
急風伝導教授やオーバーテックスコアと出して、その後にジャイアントレックスの効果で特殊召喚すれば、こことここでリンク2を出すことができる。もちろんクロシープで融合の素材が揃っているのはクロシープでいいですし、進行1ターン目の場合はマジカライズフュージョンとか、あるいはシャドールフュージョンとして手札にシャドールがあるならば、ミドラーシュを出すことができる。オーバーテックスコアトルスミドラーシュの流れを無理やりにでも作りに行けるというところですね。そこが強かったなって感じがします。まあ、他にはですね、シャドウルークで除外しても特殊召喚することができて壁として使えることもできるし、打点としても2000以上のモンスター、まあダイレクトアタック要因には使えませんけれども、それでも使えるということがあるので、非常に強いんじゃないかなと思っています。使いやすいですね。で、オーバーテックスゴアトルス。これも、そうですね。どっちを出すか、このアルティメットコンダクターティラノとオーバーテックスゴアトルス、どっちを出すかなんですよ、究極進化役で。個人的にやっぱコアトルスの方が多いです。融合素材の関係上で言うならば、アルティメットコンダクトアトリアの方がはるかに強いですけども、ミドラーシュと並べるのであるならば、究極伝導教授、コンダクトアトリアのアルコンよりも、こっちの方が絶対に強いと思うんですよ。だって、ミドラーシュがいるということは、相手も特殊召喚というか大量展開できないわけだから、コンダクトアトリアの方を従前に使うことってあんまり言うことできないと思うんですよ。エクストラから特に出すことできないし。で、そういう場合、融合だとか、相手の融合だとかね、1枚でミドラッシュを突破することができる。融合を止めたりだとか、あるいは無限包容とかを止めたりすることができる、オーバーテックスゴアトルスを出してる方が、根本的には強いんじゃないかなと思います。で、効果使ったら2枚目の究極進化薬をサーチできるし。で、それで、ターンが返ってきた場合は、究極進化薬でアルコンなりなんなり出して、ワンキルしに行くって感じです。アルコンはやっぱし、シャドールを割ってから発動したいですね。他にもね、ちょっとライロのとやった時なんですが、墓地に白雪ある場合、で、ミドラーシュがある場合ですよ。例えば、相手の墓地に白雪ある場合、じゃあ、ルミナス召喚しました。相手がね、ライトロードの場合なんですけど、これ実際にあったことなんですけど、ライトロードで白雪コスト2効果って言いました。で、これで白雪コスト2すると、どう？チェーンで白雪って言われて、で、出すじゃないですか。で、効果で裏側守備って言われるじゃないですか。そうすると、その後に展開許してしまうんですよ。ここを、じゃあ、ルミナス召喚しました。コストで、まあ、白雪切って、墓地の蘇生しようとしましたってなった時に、チャージが遅延ありますかっていう時に、まあ、フィールドにシャドウループ伏せてる場合、ここでルーク打てば、もちろん、相手はね、特殊召喚、白雪効果使わなければ特殊だけど、間違いなく白雪使ってる。そういう時に、アルコン効果って言うんですよ。先に。で、アルコン効果発動。で、その後にシャドウループっていうと、その処理後で白雪が出てきたとしても、もう裏守備になってんで効果使えないですし、で、相手が白雪使わないってなったらもう特殊召喚二度と永遠にできないって感じになるので、ここを覚えておくとちょっと便利かなと思う。シャドウルークを使う場合はね、エルシャドウルフュージョンのミッションで。で、ダイナリスはパンクラトプス1枚で、増殖する3倍、ハルラ3枚。誘発はちょっとそんなもんかな、入れるやつがなかったですね。さすがにそこまではなかった。でもまあ意外と戦えたんで、高校からでもまくりに行けるのが、恐竜のいいところかなと思います。特に、アルコンは特に。で、シャドルフュージョン3枚、神、エルシャドルフュージョン3枚、超力の3枚、今、聖なる法廷。聖なる法廷3枚欲しかったですね。正味欲しかった。融合したいなと思う時もあるしね。まあ、先ほど融合がある、あって、シャドルがない時の方が多いよって言ったんですけど、まあ、融合もやっぱり欲しいですよ。やっぱし。で、マジカライズフュージョン。ここは、アナコンダを入れたので、アナコンダから出すようですね。で、愚かな枚数。で、化石調査3枚。もう、ここをサーチしたらもうやることないので、もう、使った場合はバーデス、ディノミスクスのコストとして捨ててください。それからね、もっと、恐竜族増やせばいいかなと思ったんです。さすがにそこまでになると、なんかバランスが崩れるなと思って、ここ2枚だけにしてます。で、究極進化薬2枚ですね。で、隣の芝刈り。で、トラップカードがもうシャドウールのトラップにね、バーデスのディノミスクス。今、ディノミスクスがめっちゃ強いですね。電脳に使うことができる。で、エルドリッチに使うことができる。他にもサンダードラゴンに使うことができる。将来あたりに使うことができるんで、今、ディノミスクが熱いと思ってます。あと、魔衝動。魔衝動に対して、ぐっさ弱いから。戦闘機相手だったら、もう他のマルチロールとかほっといて、魔衝動出てくるまで待つみたいな。それぐらいのことしていいと思います。はい、そんなところですね。じゃあ、エクストラデッキの、紹介いきたいと思います。はい、それでは融合のね、じゃあエクストラデッキの紹介になります。まずはリンクモンスターからいきましょう。アルテミス1枚、グラビティコントローラー1枚、クロシープ1枚、ベルテアナコンダ1枚、セレーネ1枚、アクセスコードとか1枚。リンクモンスターが以上、1、2、3、4、5、6枚で、次に融合カード。
ミドラーシュ2枚、アプトガローネ2枚、ネフィリング3枚、シェキナーが2枚、以上です。まずリンクなんですけれども、他まあ心当たりはいいとして、ベルデアナコンダ入れました。やっぱ便利ですね、これあると本当全然違いますわ。なんか困った時にこれ出せるっていうのは本当素晴らしいと思う。融合を持ってこれるっていうのはやっぱこれはいるなと思います。マスカレーナとあとトロイメアユニコーンの流れも悪くはないんですけど、僕の求めてるのとは違うので、あの動きするんだったらベルデアナコンダを出す、まあ、というより電脳がいるじゃないですか。電脳ってミドラーシュ2枚を出させる動きしないと止まらないんですよ。今あのチンロンがあるから絶対にミドラーシュを2枚立たせるような布陣を使ってエンドしないと 100% 勝てない。シャドールの場合はね絶対に勝てないんで、なのでベルデアナコンダを出してまた、いつもの流れね、本当だったらあの、まあ、グラビティコントローラーマスカレーナじゃないですかね。でも今それだと相手ターン中にトロメアユニコーンもついちゃっていいんだけど、乗り越えられる可能性あるんですよ、妨害値だから。ミドラーシュがない場合でもこの場合だと、グラビティコントローラーベルデアナコンダで、ミドラーシュ出す、マジカルズビジョンとしてミドラーシュ出す、でシャドウルーク伏せるってなると、チンロン1枚じゃ絶対に足らなくなるので勝ちの布陣まで持っていける。電脳の場合はですよ、相手が相手が電脳の場合はそうなんですっていうことになるので、やっぱベルデアナコンダいるなって感じです。まあ、他にもね、普通に融合する際でも強いと思うし、まあ、墓地に恐竜を送っといて、まあ、究極進化薬で除外して、で何か出した後にアルコンなりマスターはオーバーテックスゴアトルスなり出すなりした後に、まあ、マジカルエースフュージョンを出すというのもできなくはないので、でセレーヌ1枚、アクセスコード動画1枚で、ミドラージュ2枚、アフカローネ2枚、ネビル3枚で、エルシャドシェキナガさん2枚、シェキナガさん先輩2枚にしました。これの理由としてはやはりジャイアントレックスの存在と地属性の融合というのが結構するなって感じはしたんですよ。これがね、何がつくんで、ハンドに例えばジャイアントレックスあるとするじゃないですか。で融合もできるっていう状態になった時、オビラプターからスカートして究極進化薬手札に握ってます、で融合ありますシャドウロもありますみたいなハンドになったのに、本当だったら融合を打ってフィールド上のオビラプターと手札のシャドウロでミドラッシュ出したと究極進化薬なんですけど、それがそれをなしにすると、そしてそれを使うシキナが2枚入れてると融合召喚する、融合召喚じゃない、オビラプター出す、究極進化薬出す、手札のシャドールと、手札のシャドールとレックスで、シェキナが出す。で、究極進化薬でレックスと何かシャドール除外して、デッキから出す。で、レックス効果で特殊召喚する、オビラプターとレックスで、ベルデアナコンダ出す。という風になるんですよ。これがね、言うと、まあ、ミドラーシュ・シェキナが、オーバーテックス・ゴアトルス・アルコンっていう布陣が作れたりするんですよ、これが。まあ、これは作れるというだけなんですけど、もしシャドウルが除外されてしまっている場合は、まあ、ハンドがない場合は、まあ、そうですね、まあ、シェキナーがポチに送っとくみたいな感じもしなきゃならないかもしれないけどね、まあ、まあこれは上振れした部分ですね、まあ、何にせよシェキナーが2枚必要な部分がちょっとあったので、個人的に、入れてみると、あ、結構仕事するようにしました。気軽にシェキナーが1枚目出せるってやっぱり安定感として自分の中で心の安定を求める僕としてはいいんじゃないかなと思ってます。はい、以上になります。恐竜シャドウの液晶ではこれ本当面白いというか強いっす。面白いなと思うようになりました。おかげでやっぱしなんかベルデアナコンダ入れるとか、あるいは融合を最初からできるなっていう動きは僕に合ってるなと思います。先行布陣はちょっとハンドによって変わるんでまた生放送かなんかで語れればいいかなと思います。目指すべき布陣というか、めっちゃハンド使うんだよねこれ。先行布陣って言わねえよって言われたくなるから。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バクテナのシャドウの敵紹介動画でした。まだ、もしよろしければチャンネル登録並びに高評価、そしてコメントよろしくお願いします。ではでは。